伸びるか好きなわけじゃない。冷蔵庫の中たまたまあっただけ。あいつが勝手に入れっぱなしで賞味期限も過ぎてるけど、思い出は全部粗大ゴミ。業者が引き取って予約綺麗になった。大きな涙なんて自分一人では捨てることさえできないらしい。するような恋なら初めから恋だと信頼。断捨離なんてできるわけない。未練たらたらた。今ならまだ間に合うかも。どっちかがコメントを言えば二人はどうにかなるものだろうか。気に入ったタイスを置いていたのは通りに来れるよう広く見える。楽だったそう。